安倍ささんんんは小泉とと全く同じことを言ってんですね。それは能力のある人力のある人が儲けるのは勝手自由ですけれどもしかしそれをそのまんま政治が政府が野放しに見過ごしていたならばですよ弱肉強食強いもんだけが残る弱いもんは捨てられちゃう。 そういうことにいわゆる動物の獣の世界と同じになってしまいます。今の自民党政権は本当に国民の皆さんの命や暮らしについてものすごく軽く考えてる。私はこういう政権を皆さんが許しておいてはいけない。